私の玄関はパプリカの車庫になっているのでちょっと狭いです。でもお休みにはパパがみんなをどこへでも連れてってくれるし、何でも積んでいけるので、本当はパプリカが大好きです。お家の近くは狭い道やすごい坂道や穴ぼこ道がいっぱいあって、通れるかなと心配しますが、いつも不思議に通れます。きっとパパの運転が上手なんだとみんなで褒めます。パパはニコニコして白い線のいっぱいある広い道に来ると、速い車の走れる真ん中を走ってくれます。長い長い日本一の大きな道に来ると、始めから終わりまでいつもとっても速く走ってくれます。運転は大抵パパがしますけど、時々キョロキョロするのでママが代わって運転することがあります。パパはパプリカに乗って会社に行くんだからいいなと思います。その上ママにガソリン代を毎日100円ももらってるんだから羨ましいと思います。私も大きくなったらパプリカが欲しいと思います。手軽に買えて気軽に乗れる本格的ホームカー、パプリカデラックス。